中華思想の皇帝。それが求めるのは、その、笑い話の具現化、ではある。信用度、それを作らねばならない。時、銀座にガンプラ屋なんか、開けられるわけないだろ。それ、破壁であり敵だ。それで諦めてたら、ここは膨らむ一方でやがて破綻する。そういう感覚は、何かのセンス、その危機感としてある。意識の中でリアルな強行、それは否定する材料を持てないまま膨張し続け、やがては何かの悪魔になるか？銀座なんか目指さずに、地方都市を目指した方が。それは安直な話ではある。しかしそれはつまり銀座、その、凶悪な独裁者ら、に屈したことにはなる、わけだ。そこ、にいて店を続けているということは、相応の苦労、それがあったはずだが、その、何かの暴力は、その結果としてのそれではあるわけだけど。それでも、悪役か、